だだだだだだ、私自身、喜んでくれるかしら。早速チョコレートドレスにレッツラお着替え。よし、やっぱりここはシンデレラさん、シンデレラさん、シンデレラさん、お呼びかしら、リカちゃん。あ、シンデレラさん、もうすぐバレンタインで、私チョコレートドレスを着てハルト君にプレゼントしたいんです。だからお着替えさせてください。ちょっとリカちゃん、何を言ってるの。そんなのノンノン。へー、バレンタインデーはね、自分の気持ちを伝える大事な日なの。だから自分で作って自分の気持ちを伝えるのよ。さあ頑張ってやってみなさい。うまくいくわ。そうですね、私頑張ってみます。ハルト君のためにリカ頑張る。頑張ってリカちゃん。焦げ茶色の粘土を伸ばして伸ばして2個の長四角に切ったらサイズにしていくの。そして赤茶色の粘土を伸ばして伸ばして細長くカット。これを畳んで畳んで、焦げ茶色の粘土を伸ばして伸ばして、四角くカット。ホワイトチョコ色の粘土を伸ばして伸ばして、細長くカット。焦げ茶の粘土に貼って畳んで畳んで、白い粘土を伸ばして伸ばして、四角くカット。これを畳んで畳んで、真ん中に四角をペタ。伸ばして伸ばして、四角くカット。今年もバレンタイン誰からももらえないんだろうな。はあ、ピンポーン。うん、誰だろう。はーい、
カちゃん。こんにちは、ハルトくん。リカちゃん、なに、かわいすぎる。なにその格好。ハルトくんにリカちゃんをお届け。バレンタインのチョコもらって。リカちゃん、もちろんだよ。こんなにかわいいチョコレート見たことない。ありがとう、ありがとう。とっても嬉しい。今までで一番幸せなバレンタインだ。喜んでもらえてよかった。それじゃあ上手にできたなと思った人はグッドボタンお願いします。この丸を押してチャンネル登録もお願いします。それじゃあ